こんにちはひろきですすいただきますあーおいしいおいしいけど今回はちょっと私にとってはネガティブなお話ですあのですね 今同居している彼女なんですけどあの推定婚約者に該当してるんですね。これはどういうことかというと推定婚約者って大体そんな単語ねえだろうって思う方もいらっしゃるかもしれないですけどどういうことかというと婚約する準備をもう始めたよねという相手のことです。 まあ具体的には婚約記念品を今銀座に選びに行っています、はい、今まで2回銀座に行きましたで彼女は指輪は欲しくないみたいなんですよ指輪は何かあのちょっと婚約指輪ってごつっとしてるじゃないですかあれがちょっと嫌みたいであのネックレスがいいっておっしゃってるんですね で、ネックレス、とりあえず、ちょっと、銀座の和光もう名前変わりましたね。成功グ,グランド成功銀座ですかね。まあ、和光としときましょう、今回は。元和光。あの、銀座4丁目にある。あそこに入ったんですよ。で、ネックレスちょろちょろ見てたんですけど、なんか、パッと指輪が手にとん、ま 目がってでなんかその人の人説明聞き始めたんんですよなんかこれはこうでこうでああでああでとかって言ってでちょっとお手に取ってみられますかとかって言って「はーい」とかって言って見るんですよ。えネックレスじゃなかったのってネック で、ていうかネックレス高いから指輪だったらそっちの方がいいかなと思ってたんですけどネックレスっていいのは本当に高いじゃないですかはいでちなみにその指輪なんですけどたまたま昨日の話ですあの私ダイナースクラブっていうクレジットカード持ってるんですけどその会員ダイナースクラブの会員にはこういうシグネチャーっていう 雑誌が毎月届くんですね。まあ、おしゃれなものばっかり載ってる、あの、いわゆる、なんて言うんでしょう、富裕層向けフリーペーパーみたいなやつなんですけど、そこにその商品が載ってたんです。見せますよ。どんな指輪か。ただの婚約指輪じゃないですよ、こんなの。あれなかなか見つからないな。 マークしておいたのになマークがどっかに行っちゃったぞさてさてあれあれどこにいったかなあの指輪あの豪華な豪華な指輪豪華な豪華なあっこれですこれですこれですよこれ これしかも、この三つこのカラフルなところとダイヤモンドとまたカラフルなところこれが、あの、くるくる回るんですよ。おしゃれですよね、この指輪。で、お値段が430万円ちょっと。です。 でもうびっくりしちゃってでその後真珠もいいわねとかって言って田崎田崎じゃない三木本に行ってで三木本で1、ま、個の真珠にちょっとゴールドがちょいちょいあしらわれてオリーブみたいな感じになってるオリーブじゃないやなんだっけクローバークローバーのデザインになっている58万円ぐらいのやつ。 58万円って言っても結構婚約指輪としてはどうですかゼクシーの調査によると58万円は高めですよ。平均40万円らしいですからねゼクシーの調査によると婚約指輪のお値段って。まあ、けど58万出せないことはないかなと思って「いいね」みたいな感じで答えておきました。 とりあえずでその日はちょっとその前の予定でもちょっと動歩いてたんでもう疲れたねってことで今日帰ろっかってことになって帰ったんですけどどうだったってほかにもいろいろ見たんですよ見はしたんですよあのあのなんて言うんでしょう 肩鳴らしに4度 C とか行ってみるとか言っ,て言,って言ってみたら、本当に肩鳴らしで終わってしまったりとか <laughs> して <laughs>、桁が違うよみたいな、そういう、まあ4度 C には失礼ですけど、あの、桁が違うネックレスがたくさんありまして。で、 どうだったって言ったら、ああ、あのー、三木本も良かったけどね。けど一番良かったのはこれかなって。<laughs> これ嘘 <laughs> みたいな。もう、430万ですよ、これ。高すぎるでしょう。落としたらどうするんですかこれ、親指にはめるようなタイプなんですよ。しかも、大きさが。 親指にはめててパラッとこう落としたり割れたりとかしたらどうするんですかって。しかもこの色がついてる部分ってエナメルなんですよ。真ん中はダイヤですけど。それで430万もするんですよ。これが一番いいんですって。もう信じられない。女性の美,美意識 は尊重しますけど、もう本音を言います。そんなに欲しいなら自分で買ってください。うと思いましたね。びっくりです。いや確かにこれいいですよ。いいいいんですけど。 これ2つじゃなくて1個で1個で430万ちょっとですよもうやめてくださいよって感じです経費でも落とせないしこんなの経費でも経費で落とせたとしても買いたくない <laughs> まあ 私の推定婚約者はこんなおしゃれな人なんですよ。ああ、もうソプラノ歌手なんかと付き合うんじゃなかった。ごめんなさい、今の取り消しです。今の取り消しです。今のはあの聞かれるとまずい言葉なんで、今のは口外しないでください。っていうか、少なくとも本人には言わないでください。はい。 まあ、そんな話でした。まだまだ、まだまだ、あの、今、二つに絞られてるんですけど、あの、これは、さっきのは、あの、外れました。外してくれました。よかった。あれに本当になるんだったら、車でも買ってもらわなきゃ、こっちはやってらんねえよって、みたいな、会社でも買ってもらわないとやってらんねえよっていう、うん、車いらないけど、うん、そんな気持ちですけどね。あ そうゴールド欲しいなゴールド金の延べ棒が欲しいうん 200g いや足りないな4百0 6 0 0 g ぐらいの金の延べ棒が欲しいですねはい僕現金な現金の金は金じゃなくて金の方です <laughs> 何言ってんだか俺 <laughs> 現金の男なんで私はい <laughs> あこれ面白いなまた使おう <laughs> 自分で受けてる <laughs> 現金の男なんであの金くれよ代わりにっていうぐらいの額ですよこれはもう。 これだったらもうちょっとした綺麗なクラリティの高いダイヤモンドの入ったあの指輪の方がよっぽど安いですよ。ね、え日本人に合った大きさの,あのいわゆる大きさはそうでもないけど純度が高くてキラキラ光るダイヤモンドみたいなやつあれが日本の流行りじゃないですか。 あれで十分じゃないいかと思いますよしかも私株主優待券持ってるんであるジュエリーショップにあの20%オフで買えるんですよ婚約指輪それでいいじゃんみたいな話になってきちゃうぞっていうことですよねはいまあ今回はそんな話でしたあの 続きが楽しみだなっていう方、ぜひいいねボタンをお願いいたします。あと、あのー、チャンネル登録もお待ちしております。はい。じゃあまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。